ドルの皆さんこんばんは、ショウです、ということで本日はですねこちらですね、ガシャの方行きましょう。で、ガシャの方なんですけど、今回新しい新規ガチャですね、もっと熱く浴衣でパーリーガチャが、新規行きました。まあ、いつもの限定ガシャでございます、はい、今回は7月2日から、まあ、昨日から来ました。なぜかね、月末、まあ、シンデレラフェスがあったので、ちょっと遅く、まあ、初めて月末に来なかった、まあ、限定ガチャでございますと。で、今回はちょっと能力の方見ていこうかなと思います。はい。今回2人ともですね、まさかの同じセンタースキルでございますと。同じというか、まあ、似たセンタースキルでございます。まあ、サチコですね、今回。サチコとしずくちゃんでございます。はい。サチコ3周目で、しずくちゃんが2周目でございます。はい。で、幸子なんですけど、スキルが、センタースキルが、キュートプリンセスですね。オトクラちゃんと一緒の、スキルですね。全アピール値 50% アップ。で、スキルが、スキルっていうか、特技が、7秒加工確率で、スコアが15で、コンボナスコアアップ、コンボボーナスがあるよっていう、すごい優秀な、能力で、ファッションバージョンが、まあ、まさかの2枚一気に来ると思ってなかったんですけど、今回しずくちゃんが、そのユキと同じファッションプリンセス全アピール値 50% アップで、7秒バージョンですね。同じです。はい。でキュートとファッションに関しては、まあ、2周目ですね。プリンセス系はで、まあ、よく聞かれるのがじゃどちらの方、まあ、オトクラちゃん持ってるけどどうすればいいですか、ユキ持ってるけどどうすればいいですか、多分聞かれると思うんで、先にお答えしていこうかなというふうに思います。はい。で、まあ、でグルーブだけですね、関係あるのは。本当に今回だったらビジュアルグルーブなんで、じゃあビジュアルの、センタービジュアル高価値である、まあ、シェフちゃんの方がセンターの、まあ、言うてそこまで大人っすね。要はそこまですごくそこを重視する人であればそこだけ関係あるんですけど、まあ、正直言うと、まあ、キュートの編成作りたいんだったら、ファッション持ってたらすごく強い編成が作れるよっていうのが、まあ結論かな。ファッションだったらしずくちゃん。で、オトクラちゃんも、ユッキも一緒なんで、まあ持ってる方は、まあ持ってたら使い分けはもちろんできるんですけど、まあ片方持ってても全然 OK ということで、まあ持ってない方は絶対引いていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。感じですかね。で、なんで、で、まあ、こんな感じでどんどん今後出していくのかなっていうふうに自分も思うんですけれども、その、今回のね、プリンセス系は、まあ、次、クールプリンセスが、まあ、2周目来るんじゃないかなと思うんですけど、7秒降格率で、まあ、特価値で多分おそらく来ると思うんで、もうバランス型でね、もう最初来ちゃったんで、銀が。果たして今後どうなるのかなと思うので、まぁ、あ、ちょっともうセンターはトリコロールではなく、フェスゲンのトリコロールではなく、もうこういうプリンセス系で、まぁ、あ、がいっぱい多分来ると思うので、まぁ、あ、もしどこかで、弾けるタイミングがあれば、こちらの方ね、そのフェスに引き続いてスターシャインスカウトも、あるので、ちゃんとね、今回の限定である、サチコとしずくちゃんも、2人ともスカウトすることができるので、まあ、残念ながら僕当たんなかったんですけど全然ね、まあ、もし可能であればスカウトしてあげても OK ですし、まあ、今後出るカードでも全然いいかなって感じですね。はい、という軽い解説でございました。今回は2人ともセンターに立つというアイドルでございましたので、ぜひぜひお迎えされた方はセンターに、置いてあげてはいかがでしょうか。はい、以上が今回の、動画となります。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。